は中華人民共和国チャンスー賞常州市に本部を置く中華人民共和国の国立大学である。1978年に設置された大学の略称は常大。1978年、正式には南京加工学院無職と常習分院分院で中国の改革開放の初めに時の創設された大学である。1981年に 国務院の承認したチャンス科学工業学院と改祖した。2000年から国と地方の共同運営とした管理体制で2002年にチャンス工業学院を改祖した。2010年を経て中華人民共和国教育部が認可した上州大学に改祖した。世界トップ68種自然科学係の定期、観光物の文章を過重値係数によると、 上州大学の発表の WFC は14.96で世界の大学の中でランキング第458位中国本土での大学の中でランキングは第61位チャンス賞の大学の中での順位は第8位である学校は中外合作学術の交流や科学技術協力を重点として積極的に国際人材育成推進戦略として アメリカ、イギリス、ドイツ、スペイン、フィンランド、スウェーデン、ロシア、日本、タイ、香港、台湾など、国や、地域の有名大学の緊密な協力する。加藤地区で初めに成立体研究センター設立して、カナダザビエル大学、アイルランド梅勤む各大学、アメリカニュージャージー都市大学などの大学と、中外合作した。責任、責任を担って、 卓越を求める世界大学学術ランキングが発行では2021年は第801から900位国内第147位であるすべて上州市内に所在スクールカラー上州大学のスクールカラーは常大赤である下京城キャンパスにしたい子キャンパス2004年から国際的な交流をはじめ現在ではカナダアイルランド イギリス、ドイツ、日本の大学と交流している。その中には、ストリート、フランシス・シャビエル・ユニバーシティ、ナショナル・ユニバーシティ・オブ・アイルランド・マヌースなどがある。ありがとうございます。